はい、こんにちは。物欲名古屋人です。今回はマイク付きのヘッドセットをご紹介いたします。テレワーク等で欠かせないですよね、ヘッドセットですけれども、私はずっとこちらゼンハイザーのねヘッドセット使ってたんですけれども、なんとね最近ここがね折れてしまいました。このゼンハイザーのヘッドセット非常に良かったんですけどね、ポキッとねここですね、カバンにしまってたんですけれども、取り出したらね折れてまして、なんかね荷物で圧力かかっちゃったのかなというふうに思います。でこのようにね分離してしまいました。このゼンハイザーね PC8 というモデルで USB タイプです。このようにタイプ A で USB 接続で非常に良かったんですけどね、イヤーパッドはそれほどボロボロになっていないです。こちら購入してから1年です。約1年使いました。1年1ヶ月ぐらいですね使いましたので、まあ十分ね活躍してくれたかなと思います。このヘッドセット非常に良かったんですけどね、このようにリモコンもついてまして、音量とあとね手元で簡単に物理ボタンでミュートができるっていうのが非常に良かったです。そして同じの買い替えようかなと思ったんですけれども、6000円ぐらいしてんのかな、はい、6000円ぐらいして、なおかつ PC8.2 というこの後継機がね8000円以上してるという、これは何だろう、テレワーク需要なのか分からないですけれども、こういったヘッドセットは結構ね高くなってるのかなというふうに思います。そして PC8.2 だとこのようなね物理スイッチではなく、なんかボタンタイプになっていて勝手にミュート解除されるみたいなレビューがあったので、ちょっと怖いなということで、今回はゼンハイザーじゃないものをねちょっと買ってみました。結局ゼンハイザーに戻るかもしれないんですけれども、今回はこちらですね、はい、エレコムの商品です。非常にゼンハイザーに比べると安価ですけれども、このエレコムの HSEP15UBK というテレワークオンライン学習推奨商品という、こちらをしばらく使っています。今のところ全く問題はないので、ちょっと音質とか使用感含めてね簡単にレビューしたいと思います。このようにウェブ会議オンライン学習音声チャットにということで、LINE だったり Skype、Zoom、Google Meet、Microsoft の Teams、Cisco の WebEX、このあたりね、すべて対応しています。基本的なマイク付きイヤホン、このようなね、ものに対応していると思います。そして今回も USB タイプを選びました。USB タイプとアナログ接続、2個ね、私持ち歩いていて、パソコンとかね、デバイスで調子が悪いなという時は切り替える感じです。そしてこの USB ヘッドセットの特徴は、両耳イヤホンタイプなんですよね。このように、非常にコンパクトに収納できるのがお分かりいただけるかと思います。なんとですねこちら、このように 3D フィットイヤーアームといういわゆる、ね、私がずっと角と言っているものですけれども、こんな角がついたこのようにカナル型のイヤホンになっています。そしてここからマイクがこのように生えているという感じのイヤホンというかねヘッドセットです。結構ゲーミング用途ではこういったマイク付きのイヤホンっていうのは多いんですけれども、まあ、ポイントはねこの USB だというとこですよね。なかなかこの USB 接続でのこういったねイヤホンタイプ、そしてマイクが口元マイクがついているものっていうのは、ね、少ないので、まあ、ほぼ一択に近い形でチョイスいたしましたけれども、このようにスポンジもついてますので風切り音がね防げるという感じです。このスポンジが外れやすいというレビューもありましたけれども、まあ、このようにね穴が開いていて差し込むだけなので、ちょっと緩んでくるとね取りやすいのかなと思いますけれども、今のところスポッてね抜けたりするような感じはありません。ここゴムで巻いたり工夫すればいいのかなと思います。こんな感じですね。はい、エレコムとロゴがありまして、このようにカナル型イヤホンタイプのマイク付き USB ヘッドセットです。これのいいところは髪型がね崩れません。このようにゼンハイザーのものですと、このようにね頭頂部に覆う形になりますので、どうしてもね髪がペタッとなりがちですけれども、両耳につけるだけで頭頂部は何もありませんので髪型崩れないっていうのと、持ち運び収納が非常にコンパクトに済むというのが特徴かなと思います。そして私は手元でやっぱりミュート操作がしたいので、このような、ね、リモコンがついているのも高ポイントです。このねスライダーで音量と、あとは物理的にミュートミュートオフと、このねちょっと小さいので操作性は劣るんですけれども、ちゃんとねこのオンオフ機能が機能しております。ケーブルはね細くてしなやかな感じです。ちょっとね断線は気になりますけれども、まあ、使い勝手としてはねそれほど悪くないかなと思います。
ちょっとこのリモコンがイヤホンから近いところにあるのが不満点ぐらいかなっていうところです。あとこのイヤーピースと 3D フィットイヤーアーム、この角の部分は3パターンサイズが用意されていますので、耳のサイズに合わせて各自チョイスすることができます。 3×3 のパターン、9パターン選ぶことができますので、いろいろと付け替えてみてフィットするイヤーピースを探していただければと思います。まあ、いつも使っているイヤーピースがこのようにね、汎用的に使えると思いますので、もし好みのイヤーピースがあったら交換してみたりね、コンプライとかのフォーム型にしてもいいのかなと思います。正直この標準のイヤーピースだとね、フィット感はねそこまで良くないなというふうに思いました。そしてこのようにマイクがついてますので、若干ね重くなってますので、いかにこの耳にフィットするかっていうのがこのマイク付きイヤホンのポイントかなというふうに思います。ちょっと使ってみた感想は、まあ、手元でねミュートもできて、そして、このマイクというかね音もしっかりと伝わってそうでしたので、特に不満はありません。このようにカナル型ですので、外音をシャットアウトしてね会議に集中もできますし、簡単に片耳も外せます。マイクの LR は変えることできないんですけれども、右の耳をね外すと、横で何か話しかけられてもね聞くことができますので、このあたりはね、こういったハードタイプのヘッドセットよりもね利便性は高いのかなと思いました。あとは耐久性かなと思いますけれども、結局このようなオーバーヘッドタイプもポキッとね折れたりはしますので、どれぐらい持つかっていうのは今後ねチェックしていきたいと思います。そして地味に嬉しいのが、このようにマジックテープも付いていますので、使い終わったらねこのようにコンパクトにまとめておけるというのはね、日々の使い勝手においては非常に重要なポイントです。これケーブルにね外れないように巻き付けてあるタイプですので、はい、こんな感じで。使い終わったらこれをしっかりとこうねピトッとやっておくだけで、かさばらずに絡まずに、また次使う時もさっと取り出せるのではないでしょうか。では最後音質確認いただいて終わりたいと思います。今エレコムのイヤホンタイプのマイク付きヘッドセットで録音しています。 USB タイプなのがねこのヘッドセットの特徴です。マイクを今口元に近づけて録音していますけれども、音質どうでしょうか。イヤホンからねマイクが飛び出ているタイプで、ちょっとねマイクは短めかなと思います。完全に口の元の前に来るのではなく、少しね横の部分でとどまる感じですけれども、音質いかがでしょうか。ワイヤーである程度ね形は変えることができますけれども、あとね1センチくらい長さがあるとね完璧かなと思いました。イヤーピースの装着感は分かれるところですけれども、私しばらく使ってみてね特に問題はありません。あとはね耐久性次第かなと思いますけれども、音質もねそこまでいいってわけじゃないですけれども、まあそんなにねノイズも入らず会議するぐらいだったらね十分な音質なんじゃないかなと思います。レベルはどうでしょうか。今 Surface Laptop Go につないで Audacity というアプリで録音していますけれども、ちょっとねレベルの波形はこれまでのヘッドセットに比べると少し小さめなのかなと思いますけれども、どうでしょうか。音質音量取れてますでしょうか。エレコムということでね、まあ、若干ね不安はありますけれども、こういった USB タイプでのイヤホンタイプのヘッドセットっていうのは少ないのでね、選択肢の一つになるかなと思って、まあダメだったらね別のもの買おうというぐらいで購入しました。エレコムの HSEP15UBK というモデルです。気になっている方ねぜひチェックしてください。音質こんな感じです。ということで音質いかがでしたでしょうか。十分ねチャットだったり、まあ、会議耐えれるような音質じゃないかなと思います。口元にマイクがありますので、あまりね余計な外音も入ることがなく、クリアに通話できるんじゃないかなと思います。安価なヘッドセットですので、ノイキャンとかねそのあたりの機能はね期待できないと思いますけれども、基本的な会議用の機能としては揃っているかなと思います。では今回もご視聴いただきありがとうございました。